突然の結婚報告で日本中に衝撃を与えた大谷翔平選手。至って普通の人、一緒にいて楽しいし、なんとなくずっといるところを想像できたと思いを口にしましたが、どうやらその奥様はドジャースの開幕戦、そして今後オープン戦も現地観戦するとの報道が米国を駆け巡っています。当然ながらこの速報を知った現地ファンは大混乱。一部ネットの情報では元バスケ選手の方ではないかとささやかれていますが、そんな謎に包まれた奥様を一目見ようと、すでにオープン戦のチケットが高額で転売されるほどの社会現象が起きているようです。そこで今回は奥様の試合観戦などの最新情報を中心に、米メディアの報道などを徹底解説していきます。大谷選手の本心が話題に。日本時間の2月29日、自身のインスタグラムにて日本人女性と結婚したことを発表した大谷選手。大谷選手は花巻東高校時代に作成した人生目標シートに26歳で結婚、ワールドシリーズ制覇と記載していたことも話題になっていますよね。27歳当時、東京で行われた記者会見で結婚のタイミングについて聞かれた際には、タイミングは特に考えていないですかね、良きタイミングでというか、まあそうなるようにしかならないものだと思っているので、今のところまだまだ先じゃないかと思っていますと自身の結婚観について語っています。24時間野球中心のストイックな生活を送っているだけに、これまでプライベートについては多くを語ってこなかった大谷選手。23年12月には自身のスポンサーである人材サービスの企業が公開した動画にて、結婚とか子供も含めて平穏に暮らしたいなというか、心が平穏なことが何よりもいいことかなと思うので、私生活はそうでありたいなと、仕事柄多くの人の前でプレーするということをしているので、それはまた違う楽しみと結婚に向けたリアルな心境を述べたことも話題になりました。大型契約でドジャースに移籍という大きな転機を迎えた大谷選手ですが、30歳という節目を前に人生においても新たな一歩を踏み出すことに、 MLB ファンからはあまりにも突然の発表だったから驚いた、女性に興味がないとさえ思っていたから結婚してくれて本当に嬉しい、大谷の結婚報告はハリウッドスター並みの注目を集めている、いやそれ以上かも、かつてアスリートでこれほど関心を集めた選手はいただろうかなど、さまざまな意見が寄せられています。まさに公私ともに順風満帆な人生を歩んでいる大谷選手ですが、ファンが気になるのは奥様は今後メディアに姿を現す機会があるのかということ。一部米メディアは大谷の夫人は開幕戦だけでなくオープン戦も観戦に来ると驚きの一報を報じているんです。奥様がオープン戦を観戦。3月1日、メディアの囲み取材に応じた大谷選手。記者からどこで出会い、どのように愛を育んできたのかを問われると、本当に数回日本にいた時に会った感じですかね、その時は家でラフな感じで、外に出ると皆さんうるさいですからね、キャンプが始まったくらいにこっちで合流して今は一緒にいますと近況について語っています。そんな中飛び出したのが、大谷選手の奥様が球場に現れるという一方、現地在住の日本人ジャーナリストは次のように述べています。今アメリカでは大谷選手の結婚相手は誰なのかというのがもっぱら話題になっています。日本とは違い、アメリカのパパラッチは容赦ないことでも有名、ただでさえ大谷選手の日常はスクープになるのに、ここに来て突然の結婚報告ですからね、どのメディアも最新情報を他社より早く出そうと気合を入れています。今一番トレンドになっているのは大谷選手の奥様が開幕戦とオープン戦を現地観戦するということ。ドジャースは3月20日に韓国でサンディエゴパドレスとの開幕戦を予定していますが、奥様も観戦するのでボディーガードが必要との情報が入っています。というのもドジャースはそのチーム柄、選手だけでなく夫人の方々もパーティーを通じて交流が多い、他のチームに比べてファミリーで戦うという意識が強いんです。背番号を譲ったことで話題になったショー・ケリー選手やクレイトン・カーショー選手の夫人らも
例年開幕戦やオープン戦の観戦に来ていますからね。他にもいわゆる奥様会、ファミリー会というのが毎月のように開かれています。夫人たちが集まって試合を観戦したり、選手たちと家族だけでの食事会も、その時は大谷選手の奥様も一緒に。言ってみればレストランでの決起集会みたいなものですよね。こうしたイベントも今後たくさんあると思いますよ。ドジャース伝統の流儀も相まって、今後は奥様もメディアに出る機会はあるだろうと予測する同志。お相手の女性が一部では特定されたとの情報も上がっていますが、平穏に過ごせるのが一番と大谷選手も語っているように、今後も温かく見守っていきたいですね。結婚の予兆がトレンドに。世間をあっと驚かせた大谷選手の結婚報告ですが、これまでゴールインを匂わせる予兆のようなものはあったのでしょうか。3月1日の結婚報告会見にて、大谷選手は馴れ初めや惹かれた点についてこうコメントしています。正確な日付はちょっとわからないですけど、初めて会ったのは3年4年前ですかね。3年ちょっとかな。初めて会ったのがそれぐらいというだけで、実際に交際が始まったのはもっともっと後なので、シーズン中はアメリカに来てなかったですし、基本的には今まで通りというか、渡米してから今まで基本的には一人でいたので、そこは特に去年も変わらなかったかなとは思います。どこに惹かれたですか、これというのはないですね。全体として雰囲気というか、一緒にいて楽しいですし、これ一つというわけではなくて、全体的な雰囲気が合ってるかなというか、彼女自身も僕の意見を尊重してくれてますし、どこに行っても一緒に来るという感じだったので。3年前の2021年といえば、46本のホームランを放ち、自身初となる満票での MVP を獲得した記念すべき年。この年の11月、日本記者クラブで行われた会見で結婚観を問われると、タイミングは特に考えてないですね。良きタイミングというか、そうなるようにしかならないことだと思っているので、今のところはまだまだ先だと思ってますと、はにかみながら回答しています。日本の大谷ファンからは、今思えばこの時のインタビューも表情の変化や微妙な間といい、すでにお相手の女性がいたんじゃないかと思う。2021年の11月だし、ちょうどオフシーズンが始まった頃、タイミング的にはドンピシャだわ、この頃に出会ったんだろうな、といった両者の出会いを想像するコメントが、ここまで世界中から注目されながらも、少しも匂わせや熱愛報道が出なかった大谷選手の自己管理には改めて脱帽ですね。またこうした大谷選手のリスク管理を称賛すると同時に、奥様の人柄も本当に素晴らしいといった意見が SNS を中心に巻き起こっているようです。奥様の人柄が素晴らしいと話題に、日本時間の2月29日米紙 USA Today は大谷選手の結婚報告をいち早く報道。記事の中では奥様の人柄についても次のように称賛されています。日本の国民的ヒーローの突然の発表に野球界は騒然となったが、多くのファンは完璧なタイミングだと称賛の声を上げている。新天地で開幕前の全てが完璧なタイミングでの結婚、彼の時間を読み切る勘、計算は素晴らしいと言える。そしてそんな大谷を見守り教育されてきたご両親にも頭が下がる。彼が選び両親が許可した女性は素晴らしい方だろう。何よりも多くの女性は大谷ほどの偉人と交際しているとなれば自慢したくなるはず。少なくとも近しい関係者には教えているはずだ。にもかかわらず大谷の夫人はそんな匂いを少しも出さず、ここまで徹底して自己規律を保ってきた。パパラッチの追っかけから逃げるのは不可能と言われているが、どうやって隠し通せたのか。いずれにせよこうした事実がある以上、素晴らしい女性であることはすでに証明されている。同メディアが報じたように、ここまで秘密裏に交際を続けてきた事実に改めて驚いてしまいますね。今後はもしかすると奥様もメディアに出るかもしれませんが、ファンとしてはなるべく静かに大谷選手が野球に集中できるよう陰ながら見守っていきたいところです。皆さんは大谷選手の奥様についてどのように感じますか？ぜひ感想のコメントをいただけると幸いです。最後まで見ていただいた方は
グッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。